て今回はですね、いよいよ明日ですね、 D リーグ2324シーズンが幕を開けますということで、すごく楽しみ、すごく楽しみなんですけれども、私楽しみが勝ちすぎましてですね、ワクワクしすぎてまして、昨日まで僕29日だと思ってたんですけれども、なんと今日ね、寝て起きた瞬間に今日だと思い込んで、そう今日だと思い込んで18時にね、配信スタンバイしてたんですよ。もう今日だと思ってスタンバイしてたらですよ、始まらないということで、なんでだと思ったら29明日じゃんということでね、もう本当にもう今日28日だったんですよ。もうこういうことあるよね、なんか楽しみにしすぎてて、もうね当日が今日だ、なんかすごいね前日が当日だみたいな感じになることはないですか。僕すごく今日落ちてしまって、もうね YouTube のねあのコミュニティでも今日だよみたいな書いたんですけれども、すぐ削除しましたね。本当にごめんなさいということなんですけれども、いろいろですね明日に向けてですね情報が解禁されたことがありますので、ちょっとねチェックしていきたいなと思います。あとですね、僕ね MV、 そう D リーグの MV の感想トーク撮るって言ってて、ただですね日々のね忙しさに追いついていけず、あの MV の感想を撮れてないので、まあざっくり、まあ全体的な感想っていうのもちょろっとね喋っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。このチャンネルは普段 LDH コンテンツをよりっぽく楽しむコンソメントリー動画作りをしているんですけれども、 D リーグもしっかりと追いかけていきますよということでね、毎試合の後にですね感想をね投稿したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録者1万人の到達を年内までにと目標に掲げて活動しておりますので、皆様のご協力お願いいたしますということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでですね、明日開幕のですね D リーグ2324シーズンに向けてですね、前日なんですけれども情報解禁がなされておりました。出演陣ですね、 MC だったりとか、ジャッジ陣のですね、紹介がねなされておりましたので、このチャンネルでも軽くですけれどもご紹介できたらなと思っております。まずはこの方、メイン MC ケリー涼介ということで、もう本当にこの方なくして D リーグないということでですね、本当に最高の MC でございます。もうそれ以上の言葉はいらない、本当にもう野暮になるので、この方があって D リーグだと僕は思っておりますので、このシーズンもね盛り上げていただければなと思っております。もう最高の MC です。そしてお次、この方ですね、バトル MC スウェイさんです。はい、僕の憧れの男です。本当に僕が大好きな男なんですけれども、すごくねやっぱりマイラウンド本当にね盛り上げてくれる、各チームの紹介も震えます。はい、もう本当に楽しみにしております。今シーズンもよろしくお願いいたします。そして次はこの方、配信の方の MC でございます、森かすみさんということで、 D リーグラウンドゼロの方でもですね MC として参加されていましたね、関口メンディさんとねあの MC をなされておりましたけれども、この森かすみさんがですね配信の方の MC を担当されるということで、まあ、今年からですよね、よろしくお願いいたしますということでお願いいたします。はい、ということで次はこの方、コメンテーター高弘さんということでですね、いや本当にこの方もうマイラウンド本当に丁寧にですね D リーガーのダンスをですね解説してくださいますので、僕はもう分かりやすくて本当にすごく大好きでございます。高弘さん、今シーズンもよろしくお願いいたします。そしてお次はこの方ですね、リポーターですね、坂上優子さんということで、この方もですね本当に毎回ですね D リーグのね、まあこう配信と会場をつないでくださる方だと僕は思っておりますので、本当にね楽しみにしております。本当にいつもありがとうございます。今シーズンもねよろしくお願いいたしますということでね、さあ次ですよ、もうこっからびっくりしました。はい、もうこの方なんですけれども、ゲストですね、配信ゲスト MC ということで、八木優星ファンタスティックスです。やばい、おいちょっと待てよちょっと待て、マジか、おいマジか、俺びっくりしたぞね、ファンタスティックスから八木優星くんがね配信のゲスト MC ということで来てくださるみたいなんですけれども、会場ではないです、会場ではなくて配信限定の方なんですけれども、いやマジか、まあもちろんねファンタスティックスね、あのゲストアーティストライブの方でね出るんですけれども、いやちょっといいのいいの、私ねもちろん配信の方で見させていただくんですけれども、いいのいいんですか、マジで言ってんのと思って、本当にいやちょっとびっくりした、本当にいや嬉しい、ありがとうございます。いやちょっとね楽しみがちょっとねまた増えましたねということで、ヤギっこりマジかマジか、頼むよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、次からですね
ゲストアーティストライブがですね解禁というか、まあこれはもう以前からねラウンドゼロの方から、告知がされてましたけれども、改めてになります。ゲストアーティストライブはファンタスティックス、いやもう楽しみですね。そしてイーペックスということでね、この2組がですねコラボをしてくださるということで、どんなね、ライブになるのかすごくね楽しみになっております。コラボ楽曲があるみたいですよね。はい、なのでこの2人のコラボ、この2組のねコラボ楽曲すごく楽しみにしていきたいなと思っております。そしてですね、まあ、ジャッジ陣なんですけれども、僕ねあんまりねこうダンス業界にあまり詳しくないもので、ジャッジ陣がね本当にまあちょっとね詳しくないので軽くご紹介させていただきます。ジャッジ陣まずですねこの方ですね、コージさん、うん、そして次が、KETZ、 もう読み方わからない、ケッツさんわかんない、もう読み方がわからないんですけれども、 KETZ さん、もうすいません本当に読み方がわかりません。そしてこの方新一さん、そして次が、香里アライブさん、まあこの方ちょっとね、まあ、D リーグだったりとかでね見たことありますけど、まあ他の方もあるかもしれない、もう本当にねジャッジ陣覚えろよっていうことなんですけれどもね、なかなかね記憶の定着につかずということでね、すみません。そして次がルーさんですね。もう俺この方は知ってる、もうルーさんは知ってる、本当に、大好きでございます。ルーさん知ってますよ、もういろんなところだから、それこそあれだよね、あのアイコン Z のねガールズの方でもね手掛けてたりとかしますよね。ムーンチャレの振り付けとかもやってらっしゃいましたから、僕ルーさんはね存じ上げております。はい、そしてこちらがですね明日のですねマッチ表なんですけれども、本当に楽しみになってきた、いやマジで楽しみ、バリエンスインフィニティーズ VS サイバーエンジェントレジットがですねファーストバウト、そしてですね、モノリス VS ライフラルトリズムがですね、セカンドバウト、そしてセガサミルクス VSエフェクスロイヤルブラッツ、ここ熱いですね、サードバウト、そしてアイムーン VS 角川ドリームスがフォースバウト、そしてですね、ラプチャーズ VS ディップバトルスがですねフィフスバウト、そしてですね後世エイトロックス VS、フルキャストレイザーズがシックスバウトということで、まあこのね12チームが明日ねしのぎを削るということなんですけれども、まあですね、ですね DYM メッセンジャーズに関してはマイラウンドね欠場チームが出るということで、そのねファースト欠場チームとなりましたということで、まあ、DYM メッセンジャーズのですね、デビュー戦というものが、まあ、ラウンド0を除くとラウンド2からに当たると思われます。はい、ということで、まあ、こんな感じでですね、MC 陣、ね、ジャッジ陣のねご紹介させていただいたんですけれども、本当にねいよいよ明日ということでね楽しみなんですけれども、まあねこの開幕に向けてっていうところをすごく D リーグ今年力を入れてねあの宣伝活動していたんじゃないかななんていうふうに思います。やっぱりあのミュージックビデオねもうすごかったじゃないですか、一つ一つの作品がクオリティ高くて、それぞれのねグループにフォーカスを当ててしっかりとね、作られていた本当に最高なミュージックビデオで、全作品100万超えということでね、再生回数がねすごいことになっておりましたし、あとはね、渋谷を中心にですよね広告展開、本当にビジョンジャックしたりとか広告パネル展開したりとか、本当にねすごくね今年盛り上げるんだと、今年で D リーグねすごくね全国な的なものにしたいなという風なところがですねすごく感じられましたので、本当に明日ね、盛り上がることをね、期待してますけれども、まあね、でもその盛り上がりっていうのが、今年の D リーグの盛り上がりっていうのが、明日だけにね、集約されるんじゃなくて、本当にね、持続的なものになっていくと、だから開幕してからも、ね、広告をしっかりと打って、しっかりとね、毎ラウンド盛り上がるようにしていけたら、僕はすごくいいんじゃないかなと思いまして、僕はね、感想投稿毎ラウンド取るよ、ということにね、しておりますので、皆様です。ぜひともですね、まあ D リーグの試合見終わった後は、このチャンネルに来ていただいて、感想をね、聞くと、ね、感想を共有するという風にね、していただけたらすごくマイラウンド盛り上がるんじゃないかななんていう風に思っておりますので、皆様ですね、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね今回は以上になります。明日の D リーグのね、開幕すごく楽しみでございますよね。いやーマジで楽しみですね。明日ね D リーグのねラウンド1終わりましたら感想トーク取って公開しますので、すぐね投稿しますので、皆様ですねぜひともお集まりください。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではまた次の動画でバイバイ。